白、新田裕和は、福岡県糸島市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。かなり子4年で保守として、野球を始め、島中2年時に投手に転校。糸島校では、ドラフト候補にも上がったが、肘を痛め、プロ入りを見送った。福岡大学スポーツ科学部スポーツ科学会の、進学後は、同学野球部に所属し、九州六大学リーグで、 通算18勝、通算防御率1.81を記録、最優秀選手2回、最多勝2回、ベストナイン2回。3年の大学選手権では、初戦関東市2回戦で青学大に赤敗。しかし4年時の秋は、右肩剣峰下活液放炎という怪我のため、登板できず、リハビリの日々を送った。後に、阪神でチームメイトになった、榎のき大輝は、 大学の一年後輩にあたる。2007年の大学、社会人ドラフト会議で、阪神タイガースから一巡目指名を受け、当初は、大場翔太を指名したが、打球団との指名が重複した末に抽選で、交渉権を獲得できなかったことから、長身の即戦力投手として評価していた、白二ニの指名に至った。背番号は47。入団決定後には、年末年始に、 阪神電気鉄道、阪急電鉄の駅構内へ掲示される西宮神社への初詣 PR ポスターでモデルとして着物姿を披露している。阪神時代2008年から2010年までは一軍公式戦への登板機会がなかった。2009年にはウエスタンリーグ公式戦4試合に登板。一勝一敗、防御率16.62という成績にとどまった。 シーズン終盤から参加した宮崎フェニックスリーグでは10月15日の対埼玉西武ライオンズ戦に先発で登板し9回を7、被安打3失点という内容で関東勝利を挙げた2010年には7月18日に福岡ソフトバンクホークスとのウエスタンリーグ公式戦で登板中に打球が頭部を直撃その影響で8月18日までは実戦を離れて リハビリに専念した。結局、同リーグの公式戦には10試合に登板。1勝4敗、防御率5.73という内容でシーズンを終えた。2011年には、10月23日の対、広島東洋カープ戦に3番手投手として1、軍デビュー。1回を投げて、無失点に抑えた。また、ウエスタンリーグ公式戦には10試合に登板。3勝2敗。 防御率5.93という成績を残した。2012年には、ウエスタンリーグ公式戦29試合の登板で、防御率2.64を記録。9月21日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、シーズン終了まで一軍に留まったが、公式戦には2試合のみの登板に終わった。なお、シーズン終了後の12月には、オーストラリアのウィンターリーグに参加。 通算8試合の登板で13イニングを投げて防御率2.77を記録した。2013年には6月中旬にシーズン初の出場選手登録を果たしたが、登板機会のないまま7月初旬に登録を抹消。抹消後にはウエスタンリーグ公式戦にもっぱら先発投手として登板していた。同リーグの公式戦へ登板する予定だった9月3日に、 一軍の横浜 DNA ベイスターズ戦での先発を予定していたジェイソン・スタンリッチが腰痛を訴えて戦線を離脱したため、スタンリッチの代役として急遽再登録。この試合で一軍での先発デビューを果たすと、6回を1失点に抑えてプロ初勝利を挙げたを挙げたが、一軍公式戦への登板は2試合にとどまった。その一方で、ウエスタンリーグでは、 公式戦19試合の当番で5勝2敗を記録。シーズン終了後には、同リーグの防御率1位及び、勝率1位のタイトルを獲得するとともに、球団から2013年度のファーム年間、MVP に選ばれた。2014年には、春季キャンプで主力選手中心の沖縄組に抜擢されたが、参加中の二月八日に、右手中指を負傷。レギュラーシーズンでは、 ウエスタンリーグ公式戦17試合の登板で3勝2敗、防御率5.24という成績を残したが、一軍公式戦への登板機会はなかった。2014年11月7日に、クワハラ・郎とのトレードでオリックス・バファローズへ移籍。同月10日に、NPB から公示された。背番号は49。オリックスが、白にデンを獲得した背景には、 前年にウエスタンリーグで2つのタイトルを獲得したほどの潜在能力の高さを評価したことに、加えてエースの金子千尋が海外 FA 権の行使によって打球団へ移籍した場合に備えて先発要員の補強を図っていたことによる。金子は実際にこの権利を行使したものの、行使した上での残留を認める方針を球団が立てていたことから、結局は4年契約で、 チームに残留している。2015年にはプロ入り後初めて開幕を一軍で迎えた。ビハインドの場面を中心に救援投手として当番機会を重ねると9試合目の当番になった5月13日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で遺跡後初勝利を挙げた。シーズン終盤に左大タ部の肉離れで戦線を離脱したが一軍公式戦全体では プロ入り後最多の43試合に登板。一群の救援陣に故障者が続出したチーム事情を背景にオール救援で2勝2敗にホールド、防御率3.29という成績を残した。シーズン終了後の12月7日には、推定年俸1650万円で契約を公開するとともに、阪神時代の2009年から交際していた。 一般女性と3月3日に結婚したことを公表している。2016年には一軍公式戦7試合に9円で登板。勝敗はつかず、防御率が10.80を記録するなど制裁を書いた。他、4度にわたって、左足を故障した。10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役引退を決意したが、11月12日には12。 球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で三人の打者と対戦したところ、二本のアンダーを許した。十二月二日付で NPB から自由契約選手として講じ。阪神時代の本拠地、甲子園球場で開かれた十二球団、合同トライアウトで引退当番を果たした後に、ドームへ入社。アンダーアーマーベースボールハウス川崎く店の 店員を務めながら、現役時代の経験を踏まえて、ベースボールアドバイザーという肩書で、小中学生に野球を指導していた。2019年より、古巣である阪神に、球団職員として復帰。事業本部の振興部に所属しながら、球団が運営する、タイガースアカデミー・ベースボールスクールの専属コーチを務めている。2020年から、 NPB12 球団ジュニアトーナメントへ参加する阪神タイガースジュニアチームの監督を兼務。188センチメートルの長身から繰り出す時速140キロメートル台後半の直球が武器。スライダーやホークボールなどの変化球も投げる一方で、請球にバラつきがあるのが課題。阪神最終年の2014年には、 春季キャンプで原因不明の右腕痛を発症している。一時は直球の球速が時速1 3 0トル台にまで低下した。高校時代の同級生に元 AKB48 の篠田真理子がいた。オリックス時代の2016年1月12日には北九州市にある JR 九州公式野球部のグラウンドで小松清佐野明大。 キラとしのりトレーナーとの行同自主トレーニングからのキロに住宅街の路上でうずくまっていた96歳の女性を救助。シラに電話女性を背負った末に数百メートル離れた自宅まで送り届けた。女性は股関節付近を骨折していたため搬送先の病院で治療を受けたものの生命に別状はなかった。ありがとうございます。